サンゼルスって夜治安がそんなに良くないので、あんまり出歩くのが怖くて、お店とかも結構早く閉まっちゃうんですけど、ということで今日は Uber Eats を頼みました。日本にもあるんですけど、ハンガーエクスプレスを頼みました。僕が頼んだのはボウルのオレンジチキンとフライドライスと焼きそばみたいな、どうしても急に米が食いたくなったので、ということで食べていきたいと思います。あとは個人的に買ったチキンもございます。夜なんですけど、着いた瞬間に速攻お腹すいたんで Uber Eats を頼んじゃいました。何を頼んだかというと、明日日本帰るのになんかすごい米が食べたくなってフライドライスですね、チャーハン頼んじゃいました。これアメリカあるあるなんですけど、アメリカってもう広いじゃないですか。で、距離が遠いから配達も基本車なんですよ。日本と違ってチャリとかですぐ来ないんで基本冷めてます。なんで今電子レンジついてたんで温め直しました。開けたんすけど、フォークとスプーンがついてない。湯気が出てます。フライドライス、アメリカにいたらマジで米食いたくなります。これがついてきました。醤油、まあ、まずはそのまま食べてみたいんで、で水もホテルで1ドルで買えたんで、もうこっちで売ってるやつですかね。でこれいくらしたかっていうと、僕ベガスでもウーバー頼んだし、LA でも頼んで、なんか世界中で頼むの楽しいなと思いました。チャーハン自体は12ドルなんですよ。けど、あのウーバーのなんかいろいろもろもろ手数料とかで、18.68 ドルです。1ドル。結構しますね。普通に2000円ぐらいするチャーハンです。ということで、いただきたいと思います。いただきます。フロントの人に言ったらスプーンもらいました。バーベキューポークフライドライス。バーベキューポークチャーハンです。うん、米うま。日本よりは、まあ、ちょっと質は下がるかもしれないですけど、やっぱ本当にハンバーガーとかステーキとかしかないから米が食えなくて、明日日本帰るのにちょっともう食べたくて頼んじゃいました。うまっ。僕 Uber 渡辺で登録してるんで、毎回アメリカの方読めないんで、 Are you Chinese? みたいな、中国の方って言われるんですけど、 No 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 Japanese答えます。チャーハン美味しい。湯気がずっと出てるから。
ちょっと味薄めですね。これかけてみようかな。ソイソース、醤油。うん、醤油が加わったことでチャーハンの味がします。アメリカで食べる米ってなんでこんなうまく感じるんですかね。体が勝手に欲しますよね、日本人は。でシアトルに来てるんですけど、まあ、なんだかんだせっかくだし明日朝早く起きてスタバ1号店とか行ってみようかなって思ってます。どうせなら行っておきたいし。はい、食べ終わりました。ということでごちそうさまでした。シアトルでもウーバーイーツと頼んじゃいました。タクシーも含め、やっぱウーバーはいいっすね。世界中いろいろ使えて。ということで明日も朝早いので寝たいと思います。みんなおやすみー。